ガゼフ・ストロノーフ、その体で何ができる <laughs> お前を殺した後、村人たちも殺す。<laughs> 無駄なあがきをやめ、そこでおとなしく横になれ愚かなことだ。あの村には、俺より強い個人がいるぞ。はったりだストロノーフを殺せ そろそろ交代だなはじめまして抵抗することなく その命を差し出せ。そうすれば痛みはない。天使たちを突撃させよ死ねあり得ない言っただろ抵抗することなく命を差し出せと。全天使で攻撃を仕掛けろ急げ ネガティブバーストやはり知ってる魔法ばかりだバカな誰がその魔法を教えたこの加藤生物がプリンシパリティ・オブザベーションかかれ 《最高位天使を召喚する》アルベドアスキルを使用して私を守れ。 この天使が最大の切り札この程度の幼稚なお遊びに警戒していたとは人間では決して到達できない第七異界魔法見よ最高位天使の尊き姿を魔人すら消滅させる神の見技を喰らうがいいホーリースマイトを放て これがダメージを負う感覚痛みか加藤生物部わたわたしの大好きな…超愛しているお方によいアルベドありとあらゆる事態は私の狙い通りだ絶望を知れ 一体何者なんだ我が名を知るがよい我こそが仮想世界で現実にいるかのごとく遊べる体験型ゲーム。 通称 DMMORPG ユグドラシルその広大なマップと異様なほど広いプレイヤーの自由度から日本国内において爆発的な人気を博したかつてゲームで活躍した数十名の異業種アバターのプレイヤーたちは誰もが知るギルドアインズール・ゴーンを立ち上げた だが流れる時間と共に、すべてが終わりに近づいている。ついに最後の時、アインズールゴーンギルドマスターモモンガは、ヘロヘロに最後の別れを告げた。この名をとどろかせたギルドは、ついにモモンガだけとなった。 ルベド、どんな設定だったかなナザリック地下大墳母の最上位ノンプレイヤーキャラクターで守護者統括えっ何これビッチってそれにしてもいくらなんでもこれはだがこのスタッフ・オブ・アインズ・ウルゴンがあれば修正できるんだがここの空論に 何か入れた方がいいかな。いや、モモンガを愛しているにしよう。うわ、恥ずかしい過去の異物か、みんなと過ごした時間、本当に楽しかったんだ。これで、終わるんだな。 サーーバーダウンが延期になったコンソールが出ないチャットも GM コールも使えないどういうことだモモンガス様俺に話しているのかしかも表情までセバスはっ 命令して大丈夫なのかなんなら、戦ってみるか。少し確認したいことがある。セバス、私に攻撃せよ。モモンガ様、よろしいですかああ、構わない。 本気でかかってこいここで死んでいただきます インズ様、申し訳ございません死の支配者オーバーロードに栄光戦闘力は問題なさそうだななら次はセバス大奮貌を出てナザリックの周辺地理を確認せよ クレアデスから一人を連れてけ。戦闘になったらすぐに撤退しろ。集まった情報をちゃんと持ち帰ってくるようにな。第八階層から侵入する敵がいる可能性もある。他の者は第九階層で警備しろ。承知いたしました、モモンガ様。 アルベド私のもとまで来いあ <laughs> はいうわいい匂い匂いユグドラシルにはそんな機能ないぞならば食感はどうだモモンガス様 アルベドすまなかったな。うん、ここで私は、初めてを迎えるのですね。服は、どういたしましょうか。自分で脱いだ方がよろしいでしょうか。それとも、モモンガ様がこれは、強制的な鎮静効果なのか こんな時に発動するとはなあ。モモンガ様。様すのだ、アルベド。今はそういうことをしている時間はない。あ、も、申し訳ありません。よい、アルベド。お前に命じたいことがある。何なりとお命じください。 第四第八を除く各階層の守護者に、六階層の闘技場まで来るように伝えよう。時間は今から一時間後だ。かしこまりました、モモンガス様。 お姉ちゃんもっと魔獣たちと仲を深めないと侵入者が来たらうまく戦えないじゃん侵入者に会いたくなんかないよああ、な舐なめないでよ新しいスカートに着替えたばっかりなのに姉のアウラは男の子っぽい性格のビーストテイマー弟のマーレは女の子の格好をしているマジックキャスター これにしてもあのスカートちょっと短くないか彼女らの表情や仕草まるで本物みたいだあれはブクブク茶釜さんの理想のアウラとマーレなんだろうないらっしゃいませモモンガ様私たちの守護階層までようこそえマーレモモンガ様に失礼でしょ 早くこっちに来なさいよ。あ、わかったよ。お、お待たせしました、モモンガ様。少しばかり邪魔をさせてもらおう。何を言うんですか。モモンガ様はナザリック地下大墳墓の主人。絶対の支配者ですよ。 そのお方がどこかにお尋ねになって邪魔者扱いされるはずがないですよ。二人は元気そうでよかった。元気ですでも、少し退屈していました。ちょうど実験をしていてね。戦闘力の実験を手伝ってもらうぞ。わかりましたモモンガ様お任せください そうかなら体を動かしてみるか逃げるなら今のうちよ you yeah. かなり激しい戦いだな。この霧、アウラの精神系魔法か俺に聞いてないようだが、アンデッドの特殊能力か俺が持つスキルを一旦確認した方が良さそうだな。 羽以羽の翼がさらに美しくなったわ至高の海にお仕えすることこご苦労アウラ全然苦労してませんよほら汗も全然かいてませんしああ、あのちょ それがあの、モモンガ様しか触ることを許されないという伝説のアレですかそうだ。これこそが、かのワールドアイテムに匹敵するレベルの最高位のギルド武器、スタッフ・オブ・アインズウル・ゴーンだ。す、すごい。すごいです、モモンガ様ユグドラシルでは、 魔法は浮かび上がるアイコンをクリックするだけでよかったしかし今はそれが出ないだけど自分の奥に意識を向けると魔法の各パラメーターがわかるよしこの際スタッフを使ってみよう今日は二人に手伝ってほしいことがあって来たのだがサモンプライマルファイヤーエレメンタル 戦ってみるかかいいんですかあ,あの僕しなくちゃいけないことを思い出した。あああれ。 この技で華麗に魂たちを借りましょう。 側にいまずはさすがに余裕だな二人とも素晴らしかったぜありがとうございますこんなに思いっきり戦ったのは久しぶりです ご苦労だったなあ、ありがとうございます、モモンガ様モモンガ様って、もっと怖いのかと思ってました んそうかそっちの方が良いならそうするが。今の方がいいです絶対いいですうん。そろそろ時間だな。セバスはい。何でございましょうか、モモンガ様。セバス、周辺の様子はどうだそれが、少々問題が。 死護者全員を集めている。至急、第六階層の闘技場まで来て、お前の見たものを説明しろ。かしこまりました。では皆、思考の恩方に、忠誠の機を。第一、第二。 第三階層守護者、シャルティア・ブラッド・フォールン。恩味の前に。第五階層守護者、コキュートス。恩味の前に。第六階層守護者、アウラペラ・フィオーラ。こ、同じく、第六階層守護者、マーレペラ・フィオーレ。恩味の前に。 第七階層守護者、デミウルゴス。恩美の前に。守護者統括。アルベド、恩美の前に。第四階層守護者、ガルガンチュア。及び第八階層守護者、ビクティムを除き。各階層守護者、恩美の前に平服し立て祭る。表を上げよう。よく集まってくれた。 感謝しよう、守護者たちよ。現在、ナザリック地下大墳墓は、原因不明の事態に巻き込まれている。 とは草原はい。かつて、ナザリック地下大墳墓があった沼地とは、全く異なります。ナザリックが何らかの理由で、どこか不明の地に転移してしまったのは間違いないようだな。守護者統括アルベド、並びに防衛戦の責任者であるデミウルゴス、両者の責任のもとで、より完璧な情報共有システムを作り、警護を厚くせよ はっマール、ナザリック地下大奮母の隠蔽は可能かま、魔法という手段では難しいです。ただ、例えば壁に土をかけて、それに植物を生やした場合とか。うん。大地の盛り上がりが不自然か。であれば、周辺の大地にも土を盛り上げ。 ダミーを作れば、隠せない上空部分には後ほど、現実を展開しよう。は、はい、かしこまりました。今後とも忠義に励めはっあいつらの目、マジだ忠誠心があるのはいいことだが。 もし失望させたらどうなるのか。それにアルベド、勝手に設定を変えたせいで、もしこのまま惚れさせたら。 す、すごく怖かったね、お姉ちゃん。あれが支配者としての器をお見せになったモモンガ様なのね。我々の忠義に応えてくださったということか。あたしたちといたときは、全然オーラ発してなかったしね。モモンガ様、すっごく優しかったんだよ。<laughs> あれが支配者として本気になったモモンガ様なんだよね。すごいよね。まったくその通り。私たちの気持ちに応えて、絶対者たる振る舞いを取っていただけるとは。そして最後までこの地に残りし、慈悲深き君。あ、あのすごい気配を受けて、ゾクゾクしてしまって。 少し下着がまずいことになってありんすの。このビッチはぁ、あ、モモンガ様からあれほどの力の波動、ご褒美をいただいたのよそれで無理にせん方が頭がおかしいわ大口ゴリラやつめうぬぎまったく、喧嘩するほどのことなのか。 個人的には、結果がどうなるかは非常に興味があるところです。戦力の増強という意味でも、ナザリックの将来という意味でもね。と、どういうことですかモモンガ様は最後まで残られた。だが、もしかすると、いずれ他の方々と同じ場所に行かれるかもしれない。その時は、モモンガ様のご子息にも、忠義を尽くしたくはないかね ご子息。それは確かに憧れる。素晴らしい光景だ。 この世界で何が起きているのかわからないけど、NPC たちがとても忠実なのは確かだ。しかし、タブラさんに合わせる顔がない自らの手で生み出した子供を、俺が怪我してしまったタブラさん、きっと怒るよないや、今はそんなことを考えている場合じゃない ユグドラシルでは最高レベルだが、ここではどれほどの強さに当たるのかわからない。そういえば、ナザリックの隠蔽作業をマーレ一人に押し付けたが、荷が重すぎなかったか本人に異論がないのなら、問題ないだろうか。うーん。 としとして、もっと部下を全面的に信頼すべきかハプニングを防ぐために今は現状をできる限り正確に把握することが大事だ。そういえば、この辺りに昔の装備や素材が捨てられているはずだ。何か役に立つものが見つかるかもしれない。 私を思う気持ちがもうこれで間違いないなでも見ただけで使えるかどうかはわからないそれにしてもよくあったなこんな初期装備まで。 誰かに装備して試してみようか。そうだ 虫がウジウジ次の指示をお待ちしております気分はどうだ特に変化はありませんがそうだよな戦闘メイドのレベルでは これくらいの些細な強化には気づきづらいよな。一万と一万一の違いのようなものか。やはり実験してみないと。ならば、闘技場に行こうか。はっ、モモンガ様。 シビスケ、いたでありんすか視界に入ってこなかったからわかりんせんでありんした。うるさい、ニセ父。一目瞭然だよ。変な盛り方しちゃって。何枚重ねてるのなんで知ってるのよここはいつも賑やかだな。シャルティア、アウラ。 私が唯一支配できぬ愛しの君ここにいるのを存じた上わざわざいらしたのでありすか涼しいやつだな走ると胸がどっかに行っちゃうよ黙りなさいこのチビあんたなんかないでしょ私は少し いや結構あるもの、はああ会うたびにケンカするこの光景はまるで彼女たちの創造主であるブクブク茶釜さんとペロロンチーノさん指定のようだアウラシャルティアじゃれ合うのもそれぐらいにしておけ申し訳ございませんモモンガ様この闘技場を少し貸してもらう。 強化した装飾品をつけてるナーベラルの戦闘力を試したいでしたら私がお相手を務めさせていただけるでありんすか戦いますか私も混ぜてくださいうんいいだろう二人同時でかかろう その代わり、私も戦闘に加わる。 るなら今のうちよ。

ペロロンチーノさんたら、シャルティアにネクロフィリアという設定を入れたせいで。この状況、どうしたらいいのかないいか。とりあえず無視しておこう。どうだ、ナーベラルガンマ。はい、モモンガ様。確かに能力が上昇したのを感じました。 そうか。よかった。これで守護者たちをより強化できる。ならば。ところでシャルティア、どうしてここにいるはい、モモンガ様。マーレの伝言を預かっていいんす 私とマーレは、ブクブク茶釜様からいただいたこのどんぐりのネックレスがあるんだから、偽父にわざわざ伝言させる必要はないよ。このおてんばすっぽんぽんになって男と並んでも何の違和感もない体のくせに私はまだ76歳。成長期はまだまだこれからなの。それに比べて、アンデッドって未来がないから大変よね。 かわいそうに、成長しないもん。ううううううこんなーそこまでだ申し訳ございませんおまんが様シャルティア、マーレはなんとはい、外で高等生物らしき痕跡を見つけたと。 高等生物はい。ですが、痕跡はかなり薄くなっていいんすから、アウラの偵察能力に頼って調査しようと思っているとのことでありんす。高等生物って、人間まさか、プレイヤーか偶然なのか、それとも、ナザリック目当てか。ダメだ。情報が少なすぎる。 直接確かめないとアウラはここで待機だ私が行く相手の目的を知らないうちに探知魔法を使うと正体がバレる危険性があるもしプレイヤーならこんな状況ではカウンターディテクトを使うのが PVP の常識だなそのようなことをいや もう決めたことだ。これもナザリック統治者である、私の責任なのだ。シャルティアは自分の守護階層に戻って警戒しろ。アウラはアルベドにこう伝えるんだ。ナザリックの防衛レベルを上げ、任務についていない守護者には待機。任務についている者は、今まで通り続けろ。相手を刺激しないようにと。 ナーベラルは私と一緒に来い。かしこまりました。偉大なる御方よ。